株式会社ジェスコアは日本の貸金業者、フィンテックを活用した無店舗型の消費者金融サービスなどを展開する。水穂銀行がソフトバンクと合弁で設立し、同銀行の連結子会社となっている。水穂銀行の持つ顧客データ分析やローン、審査ノウハウとソフトバンクの AI を用いたデータ分析を融合し、顧客データをスコア化して融資に活用する。 このスコアレンディングを用いることで、従来では、融資できなかった低予心層に融資可能となる見込み。従来の融資と比べて、顧客がスマホアプリに情報を追加することで、融資を申し込む前から、借り入れ条件が判明したり、データが多いほど金利が安くなったり、借り入れ限度額が増す仕組みが導入される、予定されている。スマホで融資を申し込むと、30分以内に、 銀行口座に振り込まれる無店舗営業のためコストを抑えて低金利を実現するとされる。水保銀行は三大メガバンクの中で唯一参加に大手消費者金融を保有していないためこの試みはアナリストから他の銀行グループも同様のサービスを考えているだろうが追随しようにも従来の消費者金融の店舗などの固定費負担が重くのしかかっていて動きづらいと評価されている。 信用が比較的低く買った若者でも低金利で融資が受けられる試みは、米国のフィンテック企業ソフィのビジネスモデルを参考にしている。ありがとうございます。